来てくれたかい？嬉しいよ。遅刻よ、ハイヘビ。説明をしてくれるかしら？許してくれ、係や。ちょっとした仕様があったんだ。ヘビからの命令だよ。そう、いいわ。で、何をすればいいの？我々のために開演の目を起動してくれ。君が開演場の権限を手にすることができるのは把握している。開演の目？それを使って何をする気かしら？漁師の海の扉を開き、我が同胞を助け出す。舞台を開演場に駐屯させることはできるけど、開演の目を起動させることはできないわ。名手と彼が最も信頼を置いている人物を除いて、誰もあの扉を起動させる方法は知らないのよ。1年前、アインシュタインたちが秘密裏に開演の目で実験を始めたと聞いたが。その実験の裏に何があったのか、それを調べれば、君ならできるはずだ。わかった。でも、アインシュタインは私のことを警戒しているわ。いざという時には合わせてちょうだい。喜んで協力しよう。それと、君に貸してほしいものがある。何かしら？デザイアジェムだ。デザイアジェムはそんな安いものじゃないわよ。もちろんタダでとは言っていない。すべてが終わった後、約束の報酬を君に渡す。君の大事な娘、ゼーレフェレライよ。彼女は消えていない。ただ X-10 実験で人類がたどり着くことのない次元に触れただけだ。
我々に手を貸せば、我々も君に手を貸す。ベルトが作った障壁がゆっくりと消え、ブローニャは漁師の海へと入りました。ヘビよりも先にゼーレとデザイアジェムを見つけなければなりません。ブローニャ。誰ですか？よくやった。断りの律者のコアが君を受け入れたようだ。ベルトさん、よかった、無事だったのですね。無事とは言えないな。この姿を維持するのがやっとの状態だ。君と話せたのも君がコアと一つになったからだよ。きっとアインシュタイン博士が助けてくれます。だからもう少しの辛抱です。漁師の海の状況は芳しくない。障壁が弱まっていくのを感じる。デザイアジェムだ。その力が障壁を圧迫しているんだろう。ヘビもきっとその力を欲しがっている。もしデザイアジェムがそいつの手に落ちれば、もう俺たちにそいつを止める術はない。急いで行動しなければ取り返しがつかなくなる。ヘビは未だ暗闇に隠れています。まだデザイアジェムを手にしていないということです。行くんだブローニャ。俺の力は世界の泡に散らばっている。それらを回収してコアをより強くするんだ。これはリスクの極めて高い賭けになる。だが他に選択肢はない。ヘビもデザイアジェムを欲しがっています。この先の争奪でブローニャはヘビに囚われたゼーレに再会できるはずです。この無数にある世界の泡の中でブローニャは必ずゼーレを助け出してみせます。システム報告、敵キャブ。行動座標を送ってください。敵発見しました。ブローニャ、行動中。フィニッシュスキル、準備重装ウサギ。タイドオン。タイドオン。完了。
ブローニャは必ずゼーレを助けます。ここは…ここは…話せるか？あなたは？わらわはさくらじゃ。何時の名は思い出せるか？私は…ゼーレです。ゼーレじゃな。何時に危害を加えるつもりはない。じゃが一つだけ聞かせてほしい。この写真の女の子を見かけなかったか？いないのか？おかしいな。あの子もここにいたはずじゃが。よく思い出してみてほしい。最近ここに来た者、もしくはここから連れ出された者がいないか。頼む。あの子を見つけ出さねばならぬのじゃ。セーレは何も知らないです。ここはどこですか？セーレはどうして？怖がらなくてよい。何時は何も悪くない。ここの者たちは
何時に何をしたのじゃ。一体どれだけ罪のない子供が囚われていたというのじゃ。すまぬゼーレ、先ほどはわらわが悪かった。一緒に行こう。わらわが何時をここから出す。ここは一体。建物の構造、そして部屋の並び、見覚えがある気がする。ここは監獄？うん、基地。やっと目を覚ましたのね。何があったの？どうして私たちはここに？知らないふりはやめて。誰かさんのせいでコアを手に入れられなかったんじゃない？ブロニャお姉ちゃんを傷つけることはゼーレが許さない。はいはい、あなたの好きにしなさい。蛇の協力がなければ私たちは漁師の海から出られないわよ。少しおかしいと思うの。何が？あの人と出会うまでずっと何もない空間を漂っていたのに、ここはあそこと違う。ここはブローニお姉ちゃんと一緒にいた世界と似ている。世界の泡に似ているの。そうね、私たちは漁師の海に消えていない。世界の泡に入ったんだ。それならきっとここから出る方法があるはずよ。お姉様がしたようにね。ブローニャお姉ちゃんはきっとゼーレを探してる。待つだけじゃない、ゼーレもお姉ちゃんの元へ行かないと。とりあえずここがどういう世界なのかはっきりさせなきゃ。班長、今は休んでいる場合じゃないわ。桜お姉ちゃん。もう少しじゃ、今はまだ出てはいけない。警備の機構の動きを探ってる。桜お姉ちゃんはこの基地の人じゃない。ここには侵入したのかな。私たちこれからどこに？見張りをかわしてエレベーターに乗り、データ室を目指す。調べたいことがあるのじゃ。機構が離れた。急げ。気づかれぬようついてくるのじゃ。
はい、気をつけます。楽勝よ。任務が終わったらまたゆっくり風景を楽しみましょう。目標はそっちね。行きましょう。目標はそっちね。行きましょう。気づかれてはないようじゃな。このまま上に行くぞ。はい、桜お姉ちゃん。あら、もうそんなに仲良くなったの。信頼しているの？あの耳を見て。本当に人間かしら？この世界の泡の歴史が分かれば、その答えも分かるよ。データ室に行く。きっとこの世界に関する情報があるから。私が守るわ。データ室はこの階にある。ゼーレは少しここでわらわを待っておれ。データ室へと続く道には見張りの機構がおる。今回はやり過ごすことができぬのじゃ。どうすればいいですか？方法はある。顔を伏せ、声を出さずに待つのじゃ。さくらじゃ、ID 番号は CM004。逃げた実験体を捕まえたのじゃ。なかなか口を割らなくての。データ室に行って、どの階から逃げ出したか調べてこいと、
メイ博士に言われたのじゃ。やはりダメか。強行突破じゃ。ゼール、後ろへ。すまぬ、少し驚いただけじゃ。心配するな、汝は良い力を持っておる。汝は悪いことなど何一つして任務時間に余裕があるの。ここに閉じ込められる言われもないのじゃ。成功に気づいた時、彼女相当驚いてた。面白いわね。班長、今は休んでいる場合じゃないわ。行きましょう。目標はそっちね。出てこなかったら私も遠慮しないわよ。着いたぞ。今各エリアの人の移動記録を調べて。任務が終わったら、少し時間がかかるようじゃ。またゆっくり風景を楽しみましょう。ここでしばし待とう。ハイド&シーク。こんなにデータがあるんだね。すごい。ところで、この装置の使い方は知っているの？読むのと同じ感じかな。トラブルが起きなければいいけど。ゼーレ、頑張ってみるよ。第11律者による災害は予想をはるかに超えていた。火を追う側、今回の災害で最も損害を受けた組織だと言える。たくさんの融合戦士を失った今、現存メンバーだけでは部隊の維持はできなくなっている。
戦略面を考慮し、神聖戦力が今の穴を埋められるようになるまで、彼らはしばらく様々な武装小隊へと派遣される。融合戦士と一般人が一緒にいることによるトラブルが起きないことを願うばかりだ。人類の存亡を脅かす外敵が目の前にいるのに、人類最大の対崩壊組織は内部の軋轢を処理しなければならないとは、皮肉なものだ。反対の声もなくはないが、幸い大多数の人がこの提案を受け入れてくれた。新人たちも成長しており、もうすぐ戦力に加われるだろう。神聖融合戦士部隊は火を覆う蛾の中堅的な力になると信じている。また火を覆う蛾。あのロボットもこの名前を言ってたよね。桜のことを火を覆う蛾の戦士と言ったんだから、彼女もおそらく同じ組織に属してるはずよ。なら彼女はどうしてここに侵入したのかしら。この世界の崩壊は現実世界のものよりひどいみたいだね。には何か深い事情があるんだよ。探してる女の子と関係があるのかも。直接聞いてみよう。任務時間に余裕があるの？行きましょう。ゼール、どうした？ううん、ただ桜お姉ちゃんはここのことよく知ってるなって思って。心配しているのか。案ずるな。わらわは確かに火を追う蛾の一員であったが、今の奴らはわらわの敵じゃ。だから汝に危害は加えない。汝を捕らえるような真似もしない。お姉ちゃんが探してる写真の女の子はお姉ちゃんの家族ですか？この子はわらわの妹で唯一の家族じゃ。名はリン。何時と同じでこの基地に閉じ込められていた。火を追う蛾に捕らわれたが、あの子は無実なのじゃ。だから官房の中を探していたんですね。この子は本来あの部屋にいたはずなんじゃ。だがわらわが行った時には何時しかいなかった。そういえばまだ何時のことを詳しく聞いてなかったの。ここは互いの理解を深めることにしよう。先ほど官房の中で気を失っていた何時はとある名前を口にしていたのじゃが。ブローニャとは誰のことじゃ。
ローニャお姉ちゃんはゼーレの家族で一番大切な人です。さくらお姉ちゃんと同じで優しくてすごい人。ゼーレのために困難に立ち向かってくれて、いつもゼーレの心配をしてくれます。ブローニャお姉ちゃんがいると嫌なことも消し飛んじゃうんです。彼女は今どこにおるんじゃ。離れ離れになっちゃって、ブローニャお姉ちゃんは外にいます。お姉ちゃんはきっと今もゼーレを心配してます。だからゼーレもただ待つだけじゃなく、ここを出てお姉ちゃんのところへ戻りたいんです。ずっとブローニャお姉ちゃんがゼーレを守ってきてくれました。ゼーレはもうお姉ちゃんに迷惑をかけたくないから。いや、何時を迷惑など彼女は思わないじゃろう。ゼーレ、わらわは何時をここから出す。火を追う側、何時や凛のような無実の子をたくさん捕らえてきた。何時らは本来自由であるべきなんじゃ。外は危険じゃ。ここを出た後、わらわと一緒に来るとよい。身の回りが落ち着いた後、一緒に姉上を探そう。そうじゃ、ゼーレは桜を見たことはあるか。ゼーレは本でしか見たことありません。わらわの家の近くに広場があっての、そこに桜の木があるのじゃ。春になると桜が咲き、ひらひらと舞う花びらで満たされるのじゃ。この災害だらけの世界で、あんなにも心が温まる景色は、そう見ることができない。リンは桜が大好きじゃったから、きっとゼーレも気に入ってくれると思うぞ。だから、一緒にここを出よう。よいか。結果が出たぞ。リンは地下33階にいるようじゃ。そこに向かおうぞ。さくらお姉ちゃんはリンとしてて一見冷たく見えるけど優しいね。本当にブローニャお姉ちゃんみたい。今は休んでいる場合じゃないわ。
目標はそっちね。出てこなかったら私も遠慮しないわよ。ゼール、少し待て。まずい、厄介な奴が現れたぞ。サクラ、やめるんだ。失われたデザイアジェムを探すため、ハイペリオン一行は転送装置開炎の目を使い漁師の海へと入ろうとした。しかし作戦決行前夜、アインシュタインが何者かに襲われ行方不明となってしまう。デザイアジェムを取り戻すため、ブローニャは転送門が閉じる直前、単身で漁師の海へと飛び込む。彼女と共に戦っていたテレサたちは混乱の収まらない開炎城に残され、今なお戦い続けていた。私が守るわ。リリア、ロザリアの後ろを守って。油断しないで。正体不明の適正反応は消えたけど、崩壊獣の攻撃はまだ終わってないわ。テレサちゃん、ブローニャのやつが漁師の海に入っちゃったよ。何をする気なの？扉が閉まったらもう戻ってこれないなんてことないわよね。落ち着きなさい、ロザリア。ブローニャは勢いで行動するタイプじゃないわ。きっと彼女なりの理由があるのよ。開炎の目が閉じた今、
できることはいち早く戦場を制圧して彼女に連絡を取ることよ。ロザリア、テレサちゃんの言う通りだよ。私もブローニャ姉さんが心配だけど、まずは目の前の敵に集中しないと。そうよね、お母様に心配かけちゃいけないもの。戦いに集中するわ。行くわよリリア。お母様とテレサちゃんは私たちで守るのよ。私のことはいいわよ。子供たちがやっと落ち着いたわ。残りの崩壊獣との戦闘も問題なさそうね。ブローニャ、どうか無事でいて。飛び込んだんだ、勇敢だな。アイヘビ、どうして勝手に開演の目を起動した。開演の目を起動する、それが私たちの取引だろう。ベストなタイミングを選んだだけだ。でもあの子、ブローニャを巻き込んだ。あの子はこの件と関係ないはずよ。彼女は君に巻き込まれたんだ。君の粗末な仕事ぶりのせいでアインシュタインに感づかれた。それがなければ彼女も漁師の海に入ることはなかった。ブローニャが無事に帰って来られなかったら取引はここまでよ。取引の途中で条件を追加するとはビジネス精神に反するのではないか。残念だが彼女にゼーレフェレライのような素質はない。漁師の海は出たいと思うだけで出られるような場所じゃない。
ネゲントロピーの名手が彼女に手を貸すことを祈るしかないんだ。冗談だと思ってるわけ？何をしている？もう一度言うわ。ブローニャが無事に帰ってこれるよう取り計らいなさい。カカリア、私たちは互いの本質を理解しているはずだ。私たちは目的のために全てを犠牲にし、全てを利用できる人間ではないか。だから君のアドリブには感心したんだよ。娘と対立する立場となり、君に逆らう彼女が自らアインシュタインの代わりに漁師の海に入るよう仕向けた。あの時君が我々の求めている人材だと確信したんだ。私の見立てが間違っていたと言わせないでくれよ。嘘つき。ブローニャは信じていました。ハイヘビ、あなたは間違ってるわ。私たちは違う。地獄に落ちるがいいわ。地獄？今地獄へと向かっているが誰だろう。残念だ。まさか君が愚かな動物的本能に負けるとは。違うと？どの口がそれを言うのか。忠誠、何があったの？あれは、お母様！ハイヘビ？どうして奴がここに？
テレサさん、この前はハイペリオンで世話になったね。私のことをまだ覚えているかい？一応、取引はまだ終わっていないが。同じ人が二人。あ、まさか、こいつも双子？ロザリア、リリア、逃げなさい！お母様、大丈夫よね？すぐ助けるから！カカリア、君が生かされている理由を知っているかい？君は、自分の選択に死より恐ろしい代価を支払うことになるからだ。私がそう保証するよ。ヨルムンガンドは、裏切りを許さない。奴ら、何するつもり？成果を試させてもらうよ。どこまでやれるのかをな。強いわけでもない。ハイ
蛇が自ら戦う理由は何なの？まだ何かを隠しているのかもしれない。子供たちを先に逃がさないと。ロザリア、リリア、こいつらは私に任せて。あなたたちは係を連れて安全な場所まで引きなさい。ロザリア、早く行こう。いや、私はここに残るわ。こいつがお母様に奇襲を仕掛けて大怪我を負わせたのよ。テレサの言う通りだ。逃げた方がいい、ロザリア。同類として君に危害を加えたくない。誰があんたみたいな気持ち悪いやつと同類なのよ。ナンパならもう少しマシなセリフにしなさい。何を言っている。君とリリアを死の淵から救った手術と私の体を崩壊獣に変えた技術は、同じものだという。君たちや他のモルモットのおかげで崩壊獣因子と人体が融合する最適な濃度を見つけることができた。もちろん君たちの愚かな母親は最後まで自分が施しを受けたと思い込んでいた。悪く言うのは許さない。落ち着きなさい、ロザリア。彼はわざとあなたを刺激しようとしているわ。間違えてしまったか。まあいい、少し順番が違うだけだ。ではいただくぞ。準備はできたか。地獄は今始まったばかりだ。ロザリア、逃げて。
慎重な行動は決して悪くない。安全な場所に隠れるのも賢明な判断だと褒めてやろう。しかしアインシュタイン、一つ過ちを犯したな。この世の中、安全な場所などあるわけがないだろう。ここは。どうやら、僕はまだ開演場にいるようだ。襲撃者が僕を殺さなかったのは、僕に利用価値がまだあるからか。やっと目が覚めたなのです。誰かそこにいるのか。あなたに今の自分の顔を見せてあげたいなのです。シュレディンガ、どうして君がここにいる。君はもう。エネルギーバランスが崩れ、実体が消え、もう一つの次元に消えてしまったと、そう言いたいなのです。そうなのです。あの一件で物理的な実体は存在の安定性を失い、量子化した個体になってしまったなのです。この数十年間、私はずっと扉の向こう側にいたなのです。君のことを探そうとしたが、君に関する痕跡が何も残っていなかったんだ。私は他の場所でこの世界の人に遭遇しましたが、どうやらあなたたちと彼女たちはお互いのことをよく知らないようなのです。簡単に言うと、私は漁師の海の底、何もない虚無の地へと落ちたなのです。ここから出る方法は幾度も考えましたが、あの世界に戻る目印を完全に見失ってしまったなのです。あなたたちがあの装置を起動するまでは。それは開演の目のことかい。何をしたかはわからないなのです。ここにいる人の中で私はあなたのことしか知らないなのです。でもここのエネルギーは想像を超えるほど高いなのです。別の世界の泡にいてもその異常さを感じるほどなのです。それらのエネルギーは
同じところから来ていて、近づくことすら叶わないなのです。デザイアジェムだ。誰かがそれに接触したんだ。漁師の海に一体何があったのか、君が知ってることを全部教えてくれ。歩きながら話すなのです。この話は長くなるなのです。攻撃も弱々しくなっているよ、テレサ。やはり手が出せないのだろう。君は優しい学園長だ。彼女は何の罪もない少女だからね。
落ち着いて聞いて。テレサちゃん、あなたの嗅覚は私よりも鋭いからきっとわかるはずよ。リリアの気配はまだ消えてないわ。しっかり感じて。かなり弱いけど、彼女は必死に助けを求めているわ。本当だわ。かすかにだけど、あいつのものとは違う。リリアの甘い匂いがする。リリアの気配があの怪物の体からにじみ出てる。ハイヘビはリリアを飲み込んだけど、短時間で彼女を消化することはできていないのよ。この機会を逃しちゃダメよ。あいつの外郭を切り開いてリリアを助けましょう。じゃああいつを粉々にしてやるわ。衝動的に動いちゃダメよ。チャンスは一度きり。失敗したら逆にリリアに危害を加えるわ。いい？話をちゃんと聞いて。これはあなたと私で成し遂げないといけないことだから。私がアシュビンを全力で押さえつけてその行動を封じるわ。ロザリアはリリアの正確な位置を突き止めて、アシュビンの動きが止まった瞬間、その外角を寸分の狂いもなく切り開くのよ。な、何それ、そんなのできないわよ。普段そういう細かいことはリリアがやってるし、私は破壊するのが担当だもん。ロザリア、今ここにいる人の中で
リリアと心を通わせることができるのはあなただけよ。あなたとリリアは最高のパートナーでしょ。自分を信じなさい。リリアもきっとあなたを信じてるはず。でも分かった。じゃあお願い、テレサちゃん。もう整ったわ。ロザリア、好きなだけ暴れなさい。あなたの一番大事なステージを完成させるのよ。ケツ騎士、あなたにまだ力が残されているなら今ここに全てを解き放ちなさい。私たちは負けられないのよ。この姿はまだ見たことないようね、ハイヘビ。あなたの情報網をそろそろ更新しないとね。活性化因子制限解除。私のターン。つけなさい。
ロザリアのために機械を作ってあげないと。あと、もう少し。そばにいないと少し緊張する。少しだけだけど。テレサちゃんが戦ってる。正直できるかどうかはわからない。チャンスが一回しかないって思うと尻尾が思わず震え出すけど、でもできるかどうかとやるかやらないかは別よ。ブローニャだったらきっとゼーレを助けるはずだわ。私だって負けたくない。私にはリリアが必要だし、リリアにだって私が必要だもの。まだ早い。
きる時間よ。負けよ、ハイヘビ。おかしな真似はしないでちょうだい。読みが外れた。エルザ、君のことを過小評価していたようだ。しかし、最終的な勝者が誰になる。いろいろと解決したようだね。あ、アインシュタイン博士。テレサさん、心配をかけたようだ。アインシュタイン。カカリアさん、この危機が去った後、いろいろと決着をつけなければならないようだ。しかし今、僕たちの利害関係は一致している。開炎城の全部隊の指揮権を僕に、天命のバルキリーの攻撃を阻止するには戦力が必要だ。分かってるわ。相互利益ね。まずは君の娘たちに君の手当てをしてもらうよ。あとは僕たちが何とかする。漁師の海の中は僕たちが予想していたよりもはるかにまずい状況かもしれない。私が守るわ。そこまでだ、サクラ。引くのじゃ、ケビン。わらわは自分が何をしておるか分かっておる。僕も分かっている。だから君を止めるんだ、サクラ。取り返しがつかなくなる前にやめるんだ。君のしていることは人類を裏切ることと同じだよ。人類を裏切る？
リンは無実じゃ。あの子は何もしていない。勝手にあの子を危険だと決めつけ、監禁するなぞ許さん。リンの体内から特殊な崩壊エネルギー反応を検出した。紛れもなく彼女は第十二律者だ。崩壊エネルギー反応が何じゃ。何時もわらわも体に崩壊獣の因子が入っておる。しかしわらわたちは人類を守る融合戦士じゃ。リンには症状がない。彼女は力を制御できるのじゃ。人に危害を加えることはない。何時らがあの子の人生を奪うなど許さん。さくら、気持ちはわかるよ。でも第十一律者の力は皆の想像を超えていた。誰も厄災があんな形で降臨するとは思っていなかった。あれほどの損失を二度も耐えることはできない。リンの状況は特殊だが、監視をしなければならないんだ。メイ博士の判断を信じてくれ。メイ博士は信頼できるが、ヒオ・オーガは信用ならんのじゃ。あの者どもが今までどういう目でわらわたちを見てきたか、ケビ、何時も分かっておるじゃろ。わらわはどうなろうと構わん。だが、リンが奴らの手の内にいることだけは無視できぬ。そこを引くのじゃ。さくら、火を追うガニは君の力が必要だ。僕たちには君が必要なんだよ。君を傷つけたりはしないけど、君をここから先に通すわけにもいかない。ケビン、長い間共に戦ってきたの。わらわの本当の能力を何時は一度も見たことがないじゃろ。襲撃警報。彼女たちじゃない。他の階が襲撃を受けているのか。まずい。ケビン、どこにいるの。出撃をお願い。メイ、どういうことだ。律者が覚醒したわ。
追ってこなかった。先ほどの警報のせいか。何があったかは分からぬが、言ってくれてよかった。できるだけあの男とは正面衝突したくなかったのじゃ。この世界の景色懐かしい。ゼーレ、桜お姉ちゃん前。ゾンビ、なぜここにゾンビが。ゾンビたちは基地の人間じゃ。一体何が。どうしたの、何が。力を抑えられない。どうした、ゼーレ。私が守るわ。班長、今は休んでいる場合じゃないわ。ゼーレ、汝が無事なら良いのじゃ。
は何を。何時の体内の精魂に少し異常があった。先ほどの騒動と関係しているやもしれぬ。しかし今はもう大丈夫じゃん。ゼーレ、また暴走したんですね。ゼーレ、力を持つことで自分を責める必要はない。いつかそれは汝の一部となるのじゃから。でもゼーレはお姉ちゃんみたいに強くはありません。誰にでも守りたいものはある。それは強さとは関係がないことじゃ。どんなに弱い人でも自分の大切な宝物を守ることはできる。ゼーレも何があっても失いたくない。何を犠牲にしてでも守りたい。そういう思いがあったのじゃろう。その瞬間、汝はこの世界で最も強い人じゃ。桜お姉ちゃんはいつもこんな気持ちで凛を守っているんですか？姉と妹、皆こういうものじゃろ。ゼーレはずっとその言葉を心に刻みます。さっきは一体何が。精魂が完全に制御を失ったのよ。私もその力を止められなかったわ。あなたがそんな風に怖がるなんて、ここには一体何があるの？わからない。でも、身の毛もよだつほど恐ろしい何かが、ここにいる。さっき急に、とてつもない怒りと、そして、悲しんでいる感情を感じたの。この世界の泡、一体どうなってるのかな？私が守るわ。各員警戒せよ。ゾンビが地下31階へと侵入した。
5秒後、システムにより分離壁が起動する。非戦闘員は直ちに安全エリアに入り、怪我人との接触を避けるように。ゾンビが増えてきているみたいです。地下31階、33階と2つしか変わらない。もっと早く。準備はいい？行くわよ。守るんじゃ。わらわはリンを探してくる。あの子を連れ戻ったらここを出るぞ。早く、もっと早く。767、リンの部屋はこの先じゃ。リン、助けに来たぞ。私が守るわ。
Thank you.
ネイ、ケビンだ。地下33階のゾンビは全て片付けた。お疲れ様。他の階のゾンビも全て消滅したわ。いつしゃ本体に反応は？異常はないよ。まだ危機を脱したとは判断できないわ。観察を続けてちょうだい。応援ももうすぐ到着するわ。わかった。何をするんですか？桜お姉ちゃんを傷つけないで。彼女はただ無実の妹さんを守りたかっただけです。第十二律者の能力は、死亡した瞬間に空気感染する侵食性ウイルスを大量に撒き散らすことだった。僕たちの知らないうちに基地の軍人が勝手に彼女を殺し、それで律者を呼び起こしてしまった。このゾンビによる襲撃もその彼女が起こしたものだ。サクラは間違っている。リンは本物の律者だよ。サクラは自分の行動に責任を持たなければならない。でもそれはリンの意思じゃないです。軍人たちが彼女を殺さなかったらこの悲劇だって起こらなかったはずです。たとえ軍人たちを止めていたとしても、いずれ他の人が、他のことが彼女の命を奪っていた。リンが律者として選ばれた時から彼女の結末はもう決まっていたんだ。これが崩壊だよ。少し待ってくれ。今行く。第十二律者、自我を持った究極のウイルス。これが侵食の律者の本当の姿よ。通信システムもダウンしたか。桜を連れて安全なところまで行くんだ。律者の攻撃はまだ終わっていない。リンはまだ生きているのか。
ケビン、あの子はどこにおる？サクラ、何をするつもりだ？あの子に会いに行く。バカか！彼女はもうリンじゃないんだ。行くのじゃ、何時はわらわを止めない。そうじゃろ。リンはきっととても寂しがっているはずじゃ。あの子は寂しがり屋じゃからの。あの子にはわらわが必要じゃ。冗談はよせ。リンはもう死んだんだ。やめろ、サクラ。ゼール、すまない。ゼーレが姉君と再会することをわらわは願っておる。Thank you.
何があったの？桜お姉ちゃんは？彼女は行ってしまったよ。彼女を助けないと危ないです。いや、その必要はない。ケビ、やったわ。律者が罠にはまった。遠隔プログラムのおかげで彼女をメインシステムに捉えることができた。あとは彼女を箱に封じる方法を考えるわ。ケビン？どうしたの？聞こえる？ごめん、メイ。少し時間が欲しいんだ。野暮用ができた。それとセーレか。リツシャを封印したよ。最後、リツシャの活動に原因不明の乱れがあったと彼女は言っていた。その機会を彼女は見逃さなかった。ああ、それでよい。最後の一瞬を過ごせた。最後まであの子はわらわの妹じゃ。姉としての誇りを守れた。君は最後まで後悔していない。それで十分だよ。することもできないことは少なからずあるのじゃ。しかし汝には守りたい相手がいる。
汝とその者が共に桜の木の下に立つとき、この世界は相変わらず美しいと汝の世界にはまだ希望があると気づくはずじヘクトールは王国が陥落することを知っていて、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解した。しかし、二人は後ろを振り返ることなく、戦場に向かった。この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように、僕たちもそうである。彼女の遺体を故郷に連れて帰った。しかしそこにたどり着いた時、僕が目にしたのは何もないハイドだった。律者は地下の格納庫を掌握してミサイルを発射し、人類に残されたたった3つの都市を破壊した。ハイドと化した広場に立った。僕の目には一片の桜も映らなかった。燃え尽きた大地に立ち、僕は彼女に、全ての人々にそう約束した。どんな対価を支払おうとも、必ず人類を崩壊に勝たせると。ブローニャ、戦場に到着しました。あなたがヘビ。この世界の泡はあなたが作ったんですね。それは僕の記憶で、僕が果たせなかった約束だ。
仲間との思い出、託された思い、みんなと約束した未来。それはまるで夢幻のように、来る日も来る日も僕の目の前に現れて、まるで人類が一度崩壊によって滅亡した事実を何度も何度も僕に思い出させるように。人類が崩壊によって滅亡した？その人から離れて！あの男が蛇ですか？彼の本当の姿を目にしたのは初めてだ。でもその気配は紛れもなく俺が漁師の海で感じた蛇だ。また会ったね、断りの律者とその後継者。俺に話しかけている。彼には俺の存在が分かるのか？君を崩壊の使徒だと思っていたが、あの迷宮で僕は君の過去を見た。君の意志は嘘ではない。律者として君は人類のために戦っていた。だから僕はあの女の子に手を貸し、僕の前に君を連れてくるようにと願った。崩壊に対抗することは僕たちに共通した使命。君と敵対するつもりはない。あなたをここから出すつもりはありません。君に僕が止められるの？僕はこの海で1500年も眠った。この1500年間、崩壊は勢いを増し続けたというのに、僕は過去の思い出に使って何もできなかった。でも今こそ蛇が帰ってくる時だ。君たちが受け入れるかどうかは関係ない。僕は自分の責任を果たす。システム報告。接近戦術。
フィニッシュスキル、エスキュー戦術。しばらく HP 回復の心配はありません。エスキュー戦術、スイッチエンジンドライブ、新オープン、ワン、ツー、スリー。フィニッシュスキル、しばらく HP 回復の心配。ブローニャ在地区、君は無数の世界の泡を越え、膨大な負担をその身に抱え、ここへとやってきた。君の体はとっくに君の意志に追いつけなくなっているんだ。へえ。彼女に手を出すな。あの子を守るために、断りの律者の力で自分の体を再構築したのか。君の力も成長したものだけど、そのボロボロな体で何ができる。君にも、あの二人の女の子にも潜在能力がまだ隠されている。ヨルムンガンドには君たちのような人材が必要だ。冗談はよせ。お前のやり方を認めるわけにはいかない。今すぐに答えなくてもいいよ。さあ、君にも分かるようになるさ。君たちに敬意を払うよ。この世代で固い理想を持ち、人類のために戦うヒーローたちよ。ただ、君たちはまだ甘い。理想に殺されるほど甘いんだ。君たちは崩壊について何も知らない。僕は人類を統率し、人類を率いてパイオニアとして真の使命を完遂させる。現実でまた会おう。フィニッシュス
私が守るわ。ブローニャお姉ちゃん、ブローニャお姉ちゃん。空間が震えている。まずい。ジェムを持って漁師の海を出ました。いいんだ、開演の目を起動した。近くの経路に沿って現実に戻るんだ。待ってください、ベルトさんがまだ生きています。ですがブローニャたちと離れてしまったんです。ベルトが先に戻るんだ。ベルトは僕が何とかする。急げ、君は生きなければならない。楽勝よ。離さないでください。もうすぐここから出られます。
ゼーレン、ブローニャは必ず約束は果たしますから。わかってるよ、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレはお姉ちゃんと一緒に帰る。もう二度と離れ離れにはならない。約束します、ブローニャは。あなたを漁師の海から出します。
ちゃん、お姉ちゃん、ブローニャお姉ちゃん。ゼーレ、ゼーレなのですか。ブローニャお姉ちゃん、もう二度と離れ離れにはならないから。現実だよ。現実？ブローニャお姉ちゃん、戻ってこれたんだよ。ゼーレ。ブローニャ、大丈夫？このバカ、勝手に漁師の海に入るんじゃないわよ。心配しちゃうじゃない。ブローニャお姉ちゃん。ブローニャどうしたの。やっぱりひどい怪我なの。バカロザリア、ブローニャが押しつぶされるよ。みんな元気そうで安心したよ。ゼーレ、この二人を連れて少し離れてくれるかい。ブローニャと二人で話がしたいんだ。それに、彼女には静かに休める環境が必要だよ。ロザリア、リリア、行こう。ブローニャ、ちゃんと休んでね。また来るわ。ロザリアは来なくていいよ。ブローニャ、きっと聞きたいことがたくさんあると思う。博士、あの後何があったんですか？ブローニャの記憶は漁師の海を出たところまでしかありません。ゼーレが君を助け、君を現実に連れ戻した。その後、僕たちは襲ってきた天命部隊を撃退したんだ。一段落ついた。今ここは安全だ。では、蛇は逃げましたか？デザイアジェムの力を使って、奴は逃げたよ。その位置は見当もつかないが、
おそらく彼はもう現実に来ていると思う。すみません。どうして謝る？ブローニャは止められませんでした。ブローニャは何もできませんでした。自分を責めるな。君のせいではない。力の差があまりにもありすぎた。彼がデザイアジェムを手に入れた時から結末は決まっていたんだ。ベルトもカカリアもそして僕も責任を背負わなければならない。でも君はいいんだ。君はベルトとゼーレを助けた。生きて帰ってこられたんだ。それこそが一番大切なことだ。ありがとう、ブローニャ。ベルトさんは生きているんですか？ああ、君のおかげで命は助かったよ。では、カカリアお母様は？彼女は僕たちに拘束されている。敵との密通、機密情報の漏洩、組織メンバーに危害を加えた上に、勝手に不法な実験を行い、そしてたくさんの人を犠牲にした。カカリアは、この数年間してきたことの責任を背負わなければならない。彼女自身もそれに同意している。ハイペリオンがソルトレイクの基地に着くまでもう少し時間がある。まだ彼女には会えるよ。ブローニャ、無事なのね。嬉しいわ。彼らはお母様をどうするつもりですか？アインシュタインがいろいろ話したよね。知らないわ。考える必要もない。敗者の考えることは誰も気にしないもの。ブローニャは気になります。安心して、ひどいことはされないわ。こういう非常事態に誰も裏切り者に時間と精神を費やしたくないもの。もしかしたら罪滅ぼしに手柄を立てるチャンスを与えてくれるかもしれないわ。でもその間孤児院のことは頼むわ。ブローニャが孤児院のみんなを守ります。いいえ、ブローニャ、あなただけじゃないわ。あなたたちよ。ロザリアとリリアは優しい心の持ち主で、みんなを笑顔にすることばかり考えるけど、彼女たちは未熟で多くのことを理解していない。ゼーレは面倒見がよく器量がいいけど、気が弱くて自分の考えを貫けない一面がある。そしてあなたは全てを自分の責任だと考えすぎている。
あなたはいつも一人で背負おうとする。ずっと前だけを見ていて、そばにいる人たちのことを忘れてしまうの。彼女たちはあなたのことが大好きだから、あなたに追いつこうと必死だったわ。あなたにはみんなを団結させる力がある。だからたまに振り向いて彼女たちのことも見てほしい。みんなが一緒にいるところがあなたの家だから。お母様、そのような言葉は今まで言われたことがありませんでした。どうして？そう、今まで私はあなたたちに言ってなかったのね。どうしてでしょうね。わからないわ、本当に。この数十年いろんなことをしてきた。その中には過ちもたくさんある。後悔していないといえば嘘になるわ。でも一つだけ後悔していないことがあるのよ。それは2012年の春、シベリアの雪原であなたを連れ帰ったことよ。ブローニャ、あなたは私の誇りよ。さん、ブローニャはその意図がよくわかりません。君が持っていた方がよりその力を発揮できるという意味だ。律者コアは名手になる必須条件ではない。力は才能のある人に渡すべきだ。どうしてブローニャなのですか？もっと適した人がいるかもしれません。ヨアヒムが君を選んだから。漁師の海で君は自分を証明した。でもブローニャは負けました。負けたかどうかは失敗をどう理解するかだ。俺にとって自我さえ守れたらそれは負けではないんだ。今すぐ答えなくていい。もう少し考えてほしい。一番大切なのは君自身の考えだから。受け入れてくれるなら
俺はこのコアの使い方を君に教えるよ。わかりました。ありがとうございます、ベルトさん。ブローニャ、君の仲間が君を呼んでいるようだ。また今度話そう。ではブローニャ、君の道はまだ始まったばかりだ。ブローニャ、ベルトと何を話してたの？まさか、ブローニャを次期名士にするとか？ブローニャ姉さんもベルトの名を受け継ぐの？ベルト在地区、男の名前じゃない！何を妄想しているんですか？そんなことはありません。ブローニャの名前は変わりません。ブローニャは、ブローニャですから。チェ！名手になったブローニャと一緒にいれば、たくさん食べて、たくさん遊べると思って喜んだのに。そういえば、私とリリアはこれからテレサちゃんについていくわ。テレサちゃんが崩壊獣の力を制御する方法を教えてくれるの。才能があるから、あとは専門的な訓練を受ければいいって褒めてくれた。断ろうと思ったけど、ハイペリオンのお菓子があまりにも美味しいから。砂糖とクリームがたくさん入ったケーキを初めて食べたわ。プロニャお姉ちゃん、ゼルも一緒にハイペリオンに乗るよ。アインシュタイン博士がゼーレの成婚が気になるからもう少し観察したいって言ってね。それもいいなって思ったの。これからゼーレはプロニャお姉ちゃんと一緒にいられるよ。ええ、ゼーレが早くなれることができるようブローニャも協力します。孤児院の子たちは、博士が引き取ってくれることになったの。しばらくは、ソルトレイクの基地にいるみたい。あそこなら安全だって。もう少ししたら、私もロザリアも手伝いに行く予定。ただ、シンマールは。あいつがいないと、正直、寂しくなるわね。いろいろあって、ネゲントロピーもセイ・フレイヤもこれから忙しくなると思うけど、
人ばかりを頼ってられないもん。私たちも頑張らなきゃ。未来はどんな風になるんだろう。まだ遠い先のことだけど、すぐ近くまで来ている気もする。未来は子供たちのものだと、テレサ学園長はそう言っていました。明日が良くなると子供たちが信じなければ、皆の期待する未来がやってこないとも。これは彼女が聖フレイヤ学園を作った理由でもあります。テレサちゃんは難しいことばかり言うわね。本当に私たちと同年代なのかしら。おそらく同じではないと思います。でも、その意味はわかるわ。未来は私たちが作る。そうよね。うん。でも、今日は思いっきり遊びましょう。明日また頑張ればいいわ。ザリア、やっぱり。遊ぼう遊ぼう。何して遊ぼうかしら。ブローニャが決めて。うん、今日は4人もいますから、かくれんぼにしましょう。これは私が果たすべき役割だから。